今回マックスウィンっていうメーカーのデジタルルームミラーの提供をしてもらったから、うん、ちょっと開封してみようかな。うんうん、今回は、ね、デジタルルームミラーっていうのがミラー型ドライブレコーダーっていうので、うん、型式が SV5 の MDR の A002C2A ってやつ、うん、それからSD カードはわざわざつけてもらってて、それと取り付けステーだね。すごいしっかりした箱に入ってるな。梱包もすごいし、うん、おーすごいね。で説明書で、うん、うわなんかすごいね、なんかすごいしっかりしてるじゃん。何これ、うん、すごいね。で付属品がまず本体、うん、本体のミラー、すごいしっかりしたミラーがついてる。重い。放熱のスリットも入ってるし、ここはスピーカーかな。なんか電源のボタンがあったり、LED があったり。で、線もなんかすごい太いな、これ。次、これがフロントカメラ。フロントカメラ。フロントカメラが、あ、こういうのか。なるほど。ここで動かせるんだ。おお、うん。それからこれは本体取り付けステー。ああすごいな。なんだろうこれ。すごい重い金属。あそうなんだ。鉄だね。すごい重量感があってしっかりしてる。うん、それからこれがあ GPS のアンテナ。これ GPS もついてるんだね。それから。これリアカメラか。今回は外につけるリアカメラだよね。車外設置リアカメラだから、これも鉄でできててすごい重量感がある。なんかしっかりしっかりしてるね。線も太いし、うん、防水のパッキンもついてるな。ここで中と外分けるんだろうね。うん、うん、であと線関係か。まずこれがフロントカメラの線。太いな、すごい太いな。うん、こんな太いしっかりしてるね。でこれがリアか。おお重いもん。ずっしり。ほらわ本当だね。これがリアカメラの、リアカメラのね中継ケーブル、うん、ケーブルで、これ15メーターもある。15メーターあればキャンピングカーどころかトラックでも使えそうだね。うん、しっかりしてる、うん、相当これは物がいいね。うん、でこれが電源ユニットかな、うん、うん。電源でカメラとつなぐやつとかバッグ入れたりヒューズとかそういうのだね。あすごいなこれ。うわよくできてんな。車にヒューズがついてんだけど、それをこれに変えちゃってやったらもうそのまま電源取れますよっていう。うん、うん、まあ別に自分でつないでもいいけど、いやすごい親切。でこれはあれだね、これ線隠すやつだね。配線、うん、だね。でこれ一応開けとこうか。ミラー取り付けるやつ、うん、うん、オプションで、まあ、これなくて多分つくと思うんだけど、うん、フロントガラスにペタッと貼ってやってもいいのかな。うん、うん、この説明書がすごいよくできててさ、うん、こういう中国製のさミラーとか車載のって結構いい加減だったりするんだけど、これはよくできてる。うーん、全部日本語で完璧に書いてあって、うん、すごい細かい、ね、付属品も全部写真入りで入ってるし、うん、それから取り付けもね、これ見てよ全部写真付きで分かりやすいね。写真付きでこうやって付けてってって、これなら誰でも分かるよね、うん、すんごい分かりやすいでしょ。分かりやすいね、うん、多分これ女の人でも付けれるんじゃない、うん、なんかすごいよ。フロントガラスの取り付けはさ、まあ、法律で決まってるからこの位置って、うん、なんだけどこのワイパー考慮しなさいよとかさ、うんうん、すごい。で配線のケーブルも全部こんな綺麗な絵で、うん、完璧な日本語でね。うーん、うん、でその後この取り付けがここまで18ページにわたってあって、うん、でその後電源入れて使い方、うん、もう全部これ写真付きですごいわかりやすい、うん、すごい丁寧だね、うん、こんな分かりやすい説明書初めてかも。うん、最近携帯でもついてないじゃん説明書なんかね、うんうん、
でもすごいね。これ早速つけていこうかな、うん、まずは元々のミラーを外す、この裏にトルクスレンチでまずこのミラーを、うん、これで OK だな。まずはこいつか、こいつを、こいつがたぶんはまってるだけだから、外れた外れた、 OK、 OK、 これで外れた、うん、 OK、 うん、で取れた、 OK、 ここにさっきの取り付けステーが、次はフロントカメラ、これだね。これは結構ルールがあって、ガラス面の 20% 以内とかなんかいろいろあるから、ここでいいか。あとワイパーがで綺麗にするところじゃないとダメだから、ここでいいな、うん、あ、いいんじゃない。で、これ止めると、これ次は GPS、 GPS はここ車の左隅っこ、アルミアングルとフラットバーで雨よけも作って、こんな感じでつけた。結構高い位置につけたからいいんじゃないかな。はい、次は電源。これすごい分かりやすい、全部ここについてるから余裕だね。うんうん、ここ電源ケーブルって書いてあって、こっちも電源ケーブル、これをつなぐんだな。めちゃくちゃしっかりつく、うん。GPS はこれ、こっち側をカメラとかとつなぐんだっけ、カメラとかで、これを ACC とかに挿していけばいいんだ。でこれはブランドだね。リアとフロントの線はつないで、次これか、バッテリー、バッテリーだから常時電源、それから ACC アクセサリーの電源、これはグランドだからボディアースと、これがあれか、バックの信号、リア入れた時の信号だね。でこれもこのまんまヒューズになってるから、これを直接ヒューズボックスに挿してあげたらいいと。ハイエースのヒューズボックスはこの、この裏側、ここか、ここにある、助手席の下にある、 OK、うん、でこんな感じでいろいろ書いてあって、ホーンとか AC、あ、でもちょっと待った、これヒューズの大きさ違くないか、あれ一個抜いてみよう、こうだもんな、あー違うな大きさが、ダメか、でこいつを取っていくと、配線ができたから、じゃあ戻していきましょう。OK、 じゃああとは配線をきれいにしてったら終わりだ。どうだろう、一応あの上にカメラ取り付けたんだけど、ちょっと高すぎるかな、一回やってみるか、こうカメラ、この上がもともとついてたやつで下につけた、どうだろう、できたじゃん、おお、できたよ。一応ねカメラ下につかなくてさ、ナンバーのところに、おナンバーのところ下が結構スペースがなくて、うん、すぐもうナンバーが隠れちゃうからね、うん、でその上ドアで動くからさ、うん、の上にしかつけるとこがなくて、うん、すごい上につけた、無事つきましたよ、うん。
ミラーつけて、うん、ここにフロントのカメラ、うんうん、別体なの、うん、いいでしょ、うん、ちょっと配線がねここ来ちゃってるけど、うん、ちょっとまだ配線は綺麗にしてないんだけど、うん、これはバッテリーと ACC につながってるから、うん、振動があった時とかはエンジン切れてても録画される、うん、でこれエンジンかけると録画を開始します。これで自動録画に入る、うん、でバックのカメラでこれ押すとフロントも見えるんだけど、まずホームでミラーモードするとミラーさっき見てたミラーになって、うん、で録画設定音声録音するかしないか、うんうん、次タイムラプス駐車監視録画の方式ね、エンジン切ってる時オフもできるし、うん、タイムラプスでこう撮ることもできて時間何時間撮っときますかっていうね、うんうんうん、でタイムラプスにするか衝撃検知かタイムラプスプラス衝撃検知、うん、いろいろあって、まあどうだろうね、ずっと撮る必要ないから衝撃検知でいい気がするな、うんうん、でこれが駐車監視モード、うん、で G センサー加速度センサーだね、これ振動のやつ4から1まで選べるみたい。で次自動録画はしますか、しますね、うん、でここにシステム設定って結構細かくあって、うん、明るさが10段階で選べて、これ結構良くて、まあ、明るさも昼間中でいいじゃん、うん、で日中何時から何時までですかって選べるの。だから6時から今18時ぐらいを昼間にして、うん、で6時1分からは夜になってミラーが暗くなる、うん、これ結構便利で、SD か安全設定、あバッテリーに直接つながってるからさ、うん、エンジン切ってても、うん、バッテリーの電気を使うことになるでしょう、うん、だからバッテリーの電圧が下がりすぎるとエンジンかかんなくなっちゃう、半年乗りませんとかだとさ、バッテリーの保護レベルが高いだと 11.8V で中だと 12V で低いだと 12.2V でリバース連動、これリバースの信号も取ったから、うん、このバックリアに入れたら自動で後ろのこの画面に切り替わるの。うーん、でその時のあこの線を調整できるみたい、アシスト線とかを、うん、まあここでちょっと分かんないから、まあとりあえずこれでいいか、うん、うん、ああそんなもんかな。 OK、 ちょっと行ってみようか。ちょっと下向きすぎかな、速度も出るし後ろもよく分かるしいいね、うん、でこれズームがあるからさ距離感つかみやすいようにどの倍率がいいかとかもできるでしょう。夜結構明るいじゃん夜。まあまあ太い国道ね、これは国道じゃないもんねこの後ろは、うん、それなりに照明があったらちゃんと見えるね後ろも、うん、結構綺麗だ、ナンバーも余裕で読めるしね、ちゃんと撮れてると思う。どう、うん、いいよね、うん、これならなんか車線変更もしやすそうだね夜でも、ね、高速道路とかでも全然大丈夫だな。これは前と後ろ、結構ここ暗いけど長いとあんまなくて十分見えてるね、うん、駐車をしてみよう、ここに止めてみる、ああいいね、で自動で下を向いてくれる、はい、どうでしょう、そこ今赤い点滅があるでしょ、うん、あれがセキュリティ上結構良くて、うん、今スタンバイだね、でこれガンってやると光るでしょ、すごいでしょ、うん、で今監視モードでしょ、うん、おすごいでしょ、うん、なんか事故した時とか当て逃げされて当たった時とかにピカッとついたら、うん、こうなんかガラス割って中入ろうとしたりする時とかにこうピカッてつくから、うんうん、セキュリティ上結構いいと思う。いいね、うん、すごいすごい。
And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't.